フェラーリ百 355F355 は、イタリアの自動車メーカーのフェラーリが1994年から1999年にかけて製造、販売したリアミッドシップエンジン、後輪駆動のスポーツカーである。1994年5月、マラネットのフェラーリ本社にて発表された F355 の社名は、排気量約 3500cc。 5バルブのパワーユニットを搭載しているる。ことに由来する美しいラインを持つクーペ、ベルリネッタボディのスタイリングは、先代348シリーズに続き、イタリアのカロッツェリア、ピニファリーナが手掛けたもの。348のラインを受け継ぎながらも、フィンなどの余計な突起を排した、より曲線的で艶やかなデザインを採用している。なおクーペモデルのトンネルバックスタイルは、 F355 を最後に廃止された。348シリーズで採用された、セミモノコックフレーム構造は継承され、より改良されたものが採用されていた。縦置きに搭載される、パワーユニットは5バルブ化された、新開発の90度3、495cc、V 型8気筒 DOHC、回129バイト型で、ボッシュ車のモトロニック前へ、前、 中期型は M2.7、後期型は M5.2 で制御され、最大出力 380PS、8200rpm、最大トルク 36.7kgfm、5800rpm を発生。ギアボックスは、フェラーリ発の6速 MT、高回転化に対応するべく、単造アルミ製ピストンやチタン製コンロットなどの贅沢な素材が多く使用されていた。 また、高回転化は、数値だけでなく、フェラーリの持つ魅力の一つである、音色にも貢献。348と比較して、より感動的なエキゾーストノートを奏でることが可能になっていた。スーパーカーの代名詞とも言える、角型二等式のリトラクタブルヘッドライトは健在。テイルエンドは空力を意識して、ダックテール状に処理されている。テールランプは348の、 ビデタイプからフェラーリ伝統の丸型4頭に変更されている。ボディタイプは当初、前日のベルリネッタデタッチャブルトップ、タルガトップの GTS の2種類で、1年後の1995年4月に電動ソフトトップを持ったフルオープンボディのスパイダー追加された。日本に上陸した車両の多くはベルリネッタボディだった。 横置きされるトランスミッションは当初リジットロット式の6速、MT のみだったが、1997年にマニエッティ、マレリ社と共同開発したパドルタイプの2ペダルセミオートマチックシステムである、イチマチック搭載車が追加され、よりイージーにフェラーリのドライブが楽しめるようになった。足回りは前後ともダブルウィッシュボーン式。 電子制御式の可変ダンパーを装着しており、スポーツとコンフォートの2種類のプログラムが選択できた。また、タイヤも18インチにサイズアップが図られ、フロント225、40ZR18、リア265、40ZR18 のピレリ製、ハイグリップラジアルタイヤを装着していた。とくエクステリアやパワーユニットといったメカニズムに注目が集まるが、 F355 は内装も従来型に比べ改良されている。K355 でフェラーリー初採用となったレカロシートも相まってより近代的なドライビングポジションが取れるようになったシートポジションや運転席 SRS エアバッグの標準装備か前面がフォンガーで覆われたダッシュボードなど質実ともに向上している。また、 パワーアシスト付きのステアリングが標準仕様になっていたレスオプションも可能だった。日本には1994年に正式輸入が開始された。当時の販売価格はそれぞれベルリネッタが1、490万円、GTS が1、550万円、スパイダーが1、625万円だった。1997年、コーンズは フェラーリのビジネスパートナーとなって20周年を迎えた記念として、フェラーリによって制作された20台の F355、コーンズスペシャルエディションを販売した。内訳は、ロッソコロサ、ネロ7台、ロッソフィオラの、ネロ6台、ブルーツールドフランス、単7台である。1999年、後継者の360モデナを発表し、生産、販売を終了する。 2010年6月30日燃料パイプの不具合による火災の恐れがあるということでフェアアイジャパンは国土交通省にリコール、回収、無償修理を届け出た。ワンメイクレースの F355 チャレンジレースが世界各地で行われその年間上位ドライバーが年1回の世界一決定戦に出場し歯を競っていた。レース車両は 一般行動走行かな f 三百五十五チャレンジが販売され、リアエンドにはカーボングリル、運転席にはロールケージが装着される。また、全日本 GT 選手権 JGTC、現スーパー GT の g t 三百クラスにもエントリー経験がある。九百九十七年と九百九十八年にはフェラーリクラブオブジャパンチームが f 三百五十五を走らせ、 ドライバーには日本一のフェラーリ使いと呼ばれた太田哲也とアンダーソロフソンのコンビを起用た。知り上がりに調子を上げた二人の F355 は1997年の第4戦では2位、同年のオールスター戦では GT300 のクラス優勝を果たしている。しかし、飛躍を期した1998年豪雨の富士スピードウェイでの第2戦の ローリングラップ中のアクシデントによりマシンは爆発炎上、大破。ドライバーの太田哲也が瀕死の重傷を負い、一時参戦を見合わせた。また YGK も19年、1998年1999年にクラブイエローマジック名義で参戦。1999年にはドライバーに、元会一ドライバーの井上隆友を起用したが、 同年にわずか3ポイントを獲得したのみにとどまった。ちなみに、この F355 チャレンジを冠した同名のゲームが、セガ、後のセガゲームス並びにセガインタラクティブから発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。